時間の始まりは日や季節の移ろいなど自然を観測してその周期から作った暦だった。日時計や機械式時計などでより正確に計測されるようになって時間は便利な枠に押し込められた。でも私たちは本当は何を計測しているのか。時間は物理的に存在するのか。頭の中だけで存在するのか。もちろん時間は存在する。常に私たちを取り巻いているし、時間なしに宇宙は想像できない。でも私たちの時間の理解はアインシュタインのおかげで複雑になった。相対性理論では時間は万人に経過する。ただ異なる状況にある人の時間は異なるペースで経過する。光に近いスピードで移動する場合や巨大ブラックホールの軌道を回る場合がそうだ。彼は時間を宇宙と混合して宇宙時間を定義することで時間の可塑性を説いた。宇宙時間は湾曲可能だが一貫して予測できる方法で進むと、アインシュタインの理論は時間がまさに宇宙の綾に織り込まれることを確認したようだ。でも疑問が残る。宇宙ではあらゆる方向に移動できるのに時間はなぜ一方向にしか進まないのか。過去はいつでも私たちの後ろにある。これは時間の矢という。グラスの水に着色料を一滴落とすとその色が全体に漂って最終的にグラスいっぱいになる。誰でも知っている。逆の世界を想像してほしい。そこでは時間が逆に進む。でも私たちが生きるのは着色料が水中で広がる宇宙であって一つに収束する宇宙ではない。これを物理学では熱力学第二法則といい、万物は時間の経過とともに乱雑、つまりエントロピーへと向かう。この宇宙では万物は秩序から無秩序に移ろう。それが時間の矢の方向を定めているこの宇宙の特性だ。時間が根本的に宇宙に属するというなら宇宙を表す最も基本的な法則に沿うはずだ。物理学には二組の方程式がある。一般相対性理論は巨大物質の作用を、量子物理学は極小物質の作用を説く。ここ半世紀の間、理論物理学における最大の目的はこの二つを調和して一つの原則的な万物の理論に到達することだった。多くの試行錯誤が重ねられてきたがまだ証明されていない。ホイーラー・ドウィット方程式なんて時間を全く含んでいない。また従来の理論と同様に方程式も推論にとどまる。もしこの時間を置き去りにした方程式が証明されたなら、最も根本的なレベルで時間は存在しないということになるだろうか。時間は宇宙認識の方法の限界から生まれた単なる幻想になるのだろうか。わからないが、それは違う気がする。時間が根本的に宇宙に属する存在かどうかよりも、新たな何かとして存在することが問われるのかもしれない。新たな何かはシステムの中で個々に存在するのではなく、全体としてシステムとして存在する。個々の水の分子が塩なのではなく、海全体が塩なのだ。映画は静止画を使って時間の経過を作り出している。静止画と静止画の間に液体の連続した変化が見えるのだ。画像を素早く送ることで脳が一連の静止画を時間の経過と認知するのだ。どの静止画も一枚では変化しないし時間の経過を表さない。それぞれのつなぎ合わせ方で時間の経過が生まれる。動きは現実であり幻想でもある。この時間の物理学も同じように幻想だろうか。物理学者たちはこれを含めた多くの疑問を研究中だ。完全な解説はまだ先になるだろう。少なくとも今は。このビデオで宇宙の基本を問い続け、原子はどれくらい小さいかという難問に回答できるかどうか確認してみてください。